お疲れ様です。岡ちゃんです。まあ、前回ここまでやったんですよ。まあ、移植、ほぼほぼまあ移植した状態で、まあ、スムージングが終わって、まあ、ロン水のまあスイングアームを入れたところまで終わったんで、次はタンクですね。はい、タンクを、まあ、つけていこうかなっていう感じで、今回はこのマスタングタンク、これを取り付けようかと思っております。で、まあ、ここね、まあ、こうトンネルって言うんですけど、トンネル部分が、まあ、SR 太いんで、こう合わないんですよ。まあ、こういう風に宙に浮いた状態になるんで、まあここをね、まあ、一回このタンクの底をえぐって。でまあ、鉄板溶接していくんですけど、今回お願いします。今回このねモーターロックさんが出してはるこの SR400 用の、まあ、タンクの底板があったんで、まあ、これをちょっと、まあ、このまま使うとだいぶね深いタンクになっちゃうんで、これをちょっと加工しながら今回は作業していこうかなと思っております。じゃあ早速タンクを切るところからやっていきます。とりあえずでもやっぱこの状態だとね宙に浮いとるし、 せめて一旦このそれ冷たいですね、この下面とここが合うぐらいやりたいですね。行ってみたいですね。はい、こうやったら全部ここ使えますもんね。確かに、うん、モーターロックさんのやついい。モーターロックさんすいません、モーターロックさんじゃんなっちゃうんですけど、まあ一回これでそう、それでいかへん、特に一番シンプルだと思うけどね。確かにこの前のツバも生かしとくことは生かしとけれるの？あ、無理っすね。もう切らなあかん、はい、完全もオールカットしない。それは取らんと、前のあれに当たる、はい、オイルタンクの蓋に当たっちゃうんで。がっつりへこんでなかったら大丈夫。まあでも塗装するんだよ。そうやね。はい。そうやね。やっぱりこれもうちょっと幅広げて。ツバは取った方がね。いいと思います。はい、まずはですねこのトンネル部分、ここをまあ、切り取っていく作業になっております。で今回の動画なんですけれども。もうほぼほぼ作業動画で二人ともあんま喋ってないです。はい。ですんで、まあもう字幕とか、そうですね、ほぼほぼないと思います。で、動画の最初の方に触れていた、SR の底板なんですけれども、どうあがいても使いようがなかったので、今回使うことはないです。はい。絶対熱い。あ、赤ちゃんいいよ、うん、もうちょっとこれこっちをちょっと下げ、ちょっと
幅広く削って、うんうんうん、これステイつけたらいいんじゃないですか。これボルトどうしよう。それかもここ溶接するから。で、ここが動いです。ここにチョコつけて、ここにステー作って、ここなんか。やっぱりこれはもうちょっとしないと。頂点はこれこのままの方がいいと思いますよ。はい、ここからですね、まだちゃんとフレームに入りきってないんで幅をちょっと広げていきます。はい、これなんですけれど、もともとついてた底板、これをねちょっと叩いたら広がったんで、まあこれをちょっと加工して今からタンクに取り付けていく作業に移っていきます。で、今ここは切り取った底板のバリを取っているところですね。まだちょっと入りづらいみたいなんで削っております。まあ今回はこういう動画、ね、作業動画ばっかりになっております。はい、ここなんですけれども、ティグ溶接って、まあ、母材を溶かして、まあ、その間にね溶接棒を入れて、なんて言ったらいいかな、溶接棒を流し込んでやっていくんですけど、これはね母材同士に、まあ、熱加えて、まあ点溶接みたいな仮止めしてる状態です。ちょっと説明が雑でしたね、すいません。問題はここやね、それとあここはもう取れてるんですよ。はい、ここから本格的に溶接棒をね溶かしていって本溶接をやっていきたいと思います。で、まあねこれはもう溶接して仕上げた状態、グラインダーで仕上げた状態なんですけど、やっぱちょっとねボコボコっとしてるところが、これなんかガスが足りてないかなんかでちょっと強すぎるんじゃないかって知り合いのバイク屋さんには言われました。で、まあこのテグ溶接機今ねお借りしてるんですけど、いやもうねすごいですね。まあ、何がすごいって、まあまず火花がね飛ばないっていうのと、まあやっぱこっちの方が慣れたらね、ちゃんとくっつけられてるっていう感覚がはい湧きますね。まあこんな感じで。めっちゃ汚いんですけどね。まだまだ
慣れるには時間がかかります。はい、先ほどのね、パーツを組み合わせて立体的なね形にして、これをね、SR の、フレームの最後ちょっとえぐれてる部分があるんですけれど、途中でね丸いフレームから四角に変わる部分があるんですけれど、そこに合うように今その部品というかパーツを作っております。ネタバレにはなっちゃうんですけれど、これ作る意味あんまなかったかもしれないですねっていうのも、最後見てもらったら分かるんですけれど、ちょっとちゃんとタンクを下げきれてなかったっていうのが、あって、ここはひょっとしたら、後々作り直す箇所になるかもしれないです。はい、結果あんまり下げきれなかったっていうオチでしたね。はい、もうちょっとえぐりたいっすね。もうちょっと下げれるかな。はい、はい、ここで最後にですね、一応今転がってる部品がちょろちょろあるんですけど、これ SR 用のじゃないんですけどね、ちょっと仮に組んでいってみようかなっていう感じで、リアフェンダーと CC バー、
あとシートですね。はい、これを仮置きしてみました。まあ、完成は多分こんな感じになると思います。どうでしょうか、センス悪いですか。はい、でこのまま終わるのもなんかね、ちょっと面白くないんで、ケイタ君にちょっと軽いいたずらをしておきます。気がつかはるかな。はい、ということで、まあ次回もまたよろしくお願いいたします。バイバイ。